もしも大山間に合わんかったら佐藤が4番なの。開幕って近本、大山欠場で、こんなんもあるんか。普通に勝てそうやな。前川いるだけで打線の迫力団地やな、いなかったら島田やで。足に不安の森下をセンターはないやろ。そのために島田試してたんやろ。島田使うくらいなら上田でええわ。実際土日の2試合センタースタメンで上田使ってたし、外野しかやれん島田いても枠の無駄。田尾が本人に聞いたら2人とも、開幕間に合うと言ってたらしいよ。開幕オーダーはこれやろな。巨人ひよって普通のオーダーにしてきたんやね。気がついたらオドアは、津原か秋広に変わってるやろ。佐々木、門脇の1番2番ってマジ、出塁率重視するって言ってなかった。門脇ってカスやん。佐々木はオープン戦打率4割打ってるぞ。去年ボール級スイング率 40%、ベイビット幸運が良かった。阪神戦カスの門脇に2番ショート確約とかいうゴミみたいなムーブしててくさ。案の定オープン戦も攻守ともに1年間も試合に出てないやつを厚遇しすぎて消えそうな匂いプンプンしてるやん。佐々木もオープン戦フリスイ高打率というシーズン入って消えてそうな匂いしかしないし。もしも大山間に合わんかったら佐藤4番なんかな。それは間違いないわな。オリックス戦で4番てる。ファースト糸原原口やってたのは大山欠場時のシミュレーションやろ。だから田尾さんが昨日京セラのグランドで近本大山と話したらしいよ。そしたら2人とも間に合うと言ってたらしい。そもそも間に合いませんなんていうわけがないからな。もちろん間に合う方がいいに決まってるが。得点圏打数1位大山、ノイジー。3位佐藤、5位中野だった。カズーチャ当たるとはまさにこのことやな。今年は大山と同一1位の構え側に置き換わるから楽しみやわ。